あなたの目の主治医、眼科医の大原千佳です。今日は花粉症の方、目薬を指示通りにしてもかゆみが続くときどうしたらいいのをお伝えします。前回花粉症の方に対しての目薬の差し方について動画を上げたんですけれども、もし抗アレルギー剤の目薬をつけても全然なかゆみが収まらない場合はどうしたらいいかをお伝えします。その場合は今使っている目薬にプラスアルファステロイドの点眼を処方してもらいましょう。やはりこう花粉の量がひどい時は一つの抗アレルギー剤の目薬だけではかゆみが収まらない方も多いです。そうすると眼科医はじゃあプラスアルファステロイドを入れて処方をしていくんですけども、使い方としては前もお伝えした通り、抗アレルギー剤の目薬はずっと継続してほしいんですね。かゆみが落ち着いた時もこのアレルギー剤の目薬はずっと点眼はしてほしいと思います。ただ点眼しても症状がひどい時はステロイドの目薬を5分、間を空けて刺してください。刺す目薬の回数としては、だいたい4回ぐらいが限度で、良くなってきたなと思ったらステロイドの回数を減らしてください。だけどこっちの抗アレルギー剤の回数は指示通りのまま、2回なら2回、4回なら4回、そのまましてください。もしこっちのステロイドを2つ使ってもアレルギーがまだ収まらないっていう場合は、実はステロイド薬っていうのは強さがいろいろあります。もしかしたらちょっと中程度の目薬や濃度が低い目薬をもらっている可能性もありますので、その時は一番強いステロイドの点眼薬に変更してもらってください。じゃあ最初から強いのを出せばいいじゃないって思うかもしれませんが、ステロイド薬の目薬というのはやはり副作用も心配されます。濃度が強いければ強いほど副作用も出やすいって言われているので、やはり最低限の濃度からスタートするっていうのが普通の処方かなと思います。ステロイドをずっと使っている時の注意点なんですが、継続して一応2週間以上はですね、ずっと毎日使っていればほとんどいらっしゃらないんですけれども、稀にですね、眼圧、目の圧力、よく眼科で行くとピュって風が当たるちょっと検査がありますよね。眼圧が上がってくる方がいらっしゃるので、もしずっと継続している場合は一応副作用のチェックをしに眼科に行ってください。その時にまた状態を見て良くなっていたら濃度を減らしていただいたり、もし症状がまだ収まらなければ強い目薬に変えていただいたりっていう風に相談するのもいいと思います。とにかく何かおかしい、なんかつけててもなかなか治らないっていう場合はそのまま諦めないで、ぜひ主治医の方にもう一度受診をして相談をしてください。あなたの目の主治医、眼科医の大原千佳でした。実は本を2冊出しています。目を良くしたいならズボラがちょうどいい、目を5秒閉じれば自律神経が整う、ぜひ読んでみてください。